こんにちは。お久しぶりです、皆さん。ありがとうございます。続々とありがとうございます。なんかライブしないうちに画面がなんかいろんなの出てきてる。よくわかんない。ありがとうございます。ちょっとコメントいただいてますか。有恵子先生こんにちは。あやなせ先生ご無沙汰しております。こんにちは。のりお先生ありがとうございます。あさとみ先生もありがとうございます。有恵先生こんにちは。かおり先生もありがとうございます。あら、太子先生お久しぶりです。信枝先生もありがとうございます。大子先生もありがとうございます。やっと見方が分かりましたという方は、どなたかな？ありがとうございます。あゆみ先生、久しぶりなので楽しみです。ありがとうございます。きみこ先生もありがとうございます。迅速お大事にしてくださいということでありがとうございます。よろしければお名前を教えてください。りえこ先生、ゼブラ柄ですか、素敵です。そうです、ゼブラ柄大好きなんです。ちょっとでもライブだと目が なんて言うんだろうガチャガチャしますかね。ありがとうございます。最近ねずっとクラブハウスの方でねカジュアルに発信しておりましたので、インスタライブがねもう3ヶ月以上やってなかったですね。このまま卒業しようかなと思ってたんですけれども、昨日ね3期生リナメソッドの3期生の先生方とちょっとお話しさせていただく、機会がありましてね、対談したんですけれども、その中で私のなんかこの発信の意味とかね、そういったものをちょっと考えさせられるものがあったので、久しぶりにちょっとライブしてみようかなっていう感じで、気軽に、してみようかなと思います。ちょっとねクラブハウスみたいにちょっとカジュアルにしようかななんて思ってますが、マリ先生かな、よろしくお願いします。あ、高谷先生かな、ありがとうございます。もうこのアカウント名とか忘れちゃったな。陽子先生ありがとうございます。今日は、トークテーマ一応ね2つ用意してあります。この時期気をつけたい子どもの言動と、対処法ですね。あとできないって本当というところ、これについてお伝えしていきたいなと思います。読めてたかな、ちゃんと。時々なんかねコメント飛ばしちゃうんですよね。大丈夫かな、読めてるかな。あ、はるか先生もありがとうございます、お忙しいのに。はい、ではね、まずこの時期気をつけたい子どもの言動と対処法というところからお話しさせていただきますね。でこの時期は卒園卒業、それから入園入学、進級、あとは学童が始まるとかね、環境が変わる子どもたちが多いと思います。でこういう時にね、グレーゾーンの子とか、発達障害の子とか、健常児であっても感受性がこう強くてナイーブなお子さんとかね、そういった子が目に見えない不安というものに襲われてしまって、体調不良とか精神不安定になる場合が多く見られます。主なね症状としては、食欲がない、元気がない、ため息をつく、あとぼーっとしている、あと感情的になって泣いたり怒ったりする、暴力的になってねお友達とか、兄弟とトラブルがこう絶えなくなっちゃう、あとわがままになる、トイレが近くなる、あと頑張れない、集中できないとかね、そういういつもとちょっと様子が違うかなっていう状態が、数週間とか数ヶ月続くような感じだとちょっと要注意ですね。
で、そういった場合にね、まあ、どうしたのっていうふうにお話聞くのもいいんですけれども、あの幼児さんの場合ってね、その自分のモヤモヤしたその何とも言えない気持ちを言語化するってなかなか難しいかなと思うんですね。で、そういう時どうしたらいいかというと、まずね、親子で体を動かして触れ合う遊びをするとかね、あとはまあスキンシップを多くするというのがとてもいいと思います。まあ、スキンシップってどういうふうにしたらいいんだろうって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、例えばハグをするとか、まあ、腕をさすってあげるとかね、まあ、こういうふうにこう肩触るとか、そういう感じでもいいですし、頭撫でてあげるとか、まあ、抱っこする、手をつなぐ、まあ、手遊びをするとかね、そういったことも有効です。でね、これはね、あのスキンシップをすると、あの不安な気持ちが安定したりとか、脳とか心がね癒されて、ストレスが軽減されるというのが、まあ、脳科学でね証明されているわけですね。それでこのスキンシップをしてもらった子供だけではなくて、こう施してる方っていうんでしょうかね、親の方、ママやパパにもこのオキシトシンというのがこう、まあ、分泌されてですね、リラックス効果があると言われてますので、まあ、この年度末のお忙しい時期にね、親子でこうリラックスして、あのストレスをこう軽減していくっていうのとても大切かなと思います。で、まあ、その他にもね、まあ、言葉であの伝えてあげるというのもとても大切なんですが、例えばね、あの大好きだよとか、大切だよとか、ママがそばにいるよとか、ママいつも味方だよとかね、そういうようなことをあの言葉にしてちゃんと伝えてあげるというのも大切なことです。で、この言葉で伝えるというのはね、私たち大人にとってもあのとても大切なんですね。精神がとても安定します。例えばね、信頼していますとか、大好きですとか、感謝しています、一緒に頑張ろうねとか、あなたの存在が大切ですとか、応援していますよとかね、いつでもそばにいるよとか、あなたはあなたでいいんですよとか、そういうような言葉を、例えば先生とかママとか、不安な時にね、大切な誰か一人にでもそんな風に言ってもらえたら、よし大丈夫だとか、もう少し頑張ろうかなっていう風にして、なんか力が湧いてくるっていう感じがしませんか？私はそれをすごく最近あの強く、まあ、感じるね、出来事がいろいろあったので、なるべく私も最近は仲間とか大切な人に、特にね、感謝の気持ちを言葉でちゃんと伝えるようにしています。で、子供はね、スキンシップとか、まあ、言葉がけで愛を感じて満たされていくと、だんだん気持ちがね、内から外へというふうに向いていくようになります。人と関わりたいなって思うようになったりとか、社会に出ていきたいなと思うようになるわけですね。で、そこまでは、まあ、お家でしっかりとサポートしてあげてほしいなと思います。で、まあ、そういう子供がピンチな時にね、大切なのはママやパパ、まあ、先生も含めてですけれども、ナーバスにならないことですね。これがとても大切です。ママの不安とか、まあ、先生の不安、そういったものが子供に伝わって、余計お子さんの方が不安になってしまうということがありますので、とにかく大人の側はどんとこう朗らかにね、構えているということがとても大切になります。もし何かね、こういうことが不安なんだよというふうに言葉で訴えてきたら、で、その対処法を一緒に考えてあげればいいわけですね。何しろママの手を一回止めて、じっくりお子さんと向き合ってあげるということが大切かなと思います。で、まあ、こういったお話をね、先生方もアドバイスとしてね、ママにこうして差し上げるといいと思うんですね。で、また気になることがありましたらご相談くださいねっていうふうにしてお話ししておかれると、もしその最近ちょっとこの子精神的に大丈夫かなっていうような場面にこう差し掛かった時も、ママからそういう情報をいただいておけばね、レッスンで対応がしやすいかなと思いますので、そういうふうにアドバイスさせていただくとね、いいんじゃないのかなと思います。
あの入学のお子さんですね、小学校1年生になるお子さん、それはだいぶこう生活の環境が変わりますよね。今まではまあママやパパにお手伝いしていただいたこと、先生にお手伝いしていただいたことを、まあ、自分でやらなければいけないというようなことが多くなると思います。まあ、そんな時期なんですけれども、うちの子何々ができないんですっていうようなあのいうことをね、よくママやパパとか、まあ、先生方からもね伺うことがありますけれども、そういう時にね、私は必ずね、どう対処されていますかって聞くんですね。でそのお話聞くとね、ああそれじゃできないですねっていう感じなんですよね。まあよくありがちなんですけれどもね、あのまあ大体がそうなんですが、まあ、要するにね、今のこの目の前のことに大人が振り回されているということが、まあ、ほぼそのできないことの原因になっています。まあ、目の前のことというのはお子さんの不機嫌、もう一つが大人の、まあ、事情として時間がない、大体この2点になりますね。まあ、子どもの不機嫌にあの付き合うのがイライラするから付き合いたくないっていうのが、まあ一つ、あとはその子どもの不機嫌にね、あの付き合ってる時間がないっていうことですね。まあ、そういうことをまあ理由にして大人が代わりにまあしてあげる、そういうことによってまあ本人がしなくて済むということをずっと繰り返しているということですね。だから改善しないわけです。一度時間をかけて丁寧に説明するべきなんですね。その瞬間ではなくて、まあ、何でもないお互いにこう冷静な時にね、その説明する時間というのを設けるといいと思います。いやそうすればね、まあ、幼児でも理解できるんですね。大人の話はね、もう2歳児さんで理解できると、まあ、言われてますので、この言葉のチョイスでね、その子が理解できるように時間をかけて分かるまで説明してあげればいいと思っています。どんなこともね、本人がまずやってみてどうなるのか、でうまくいかなければじゃあその後どうするのかというふうにして、まあ、前進していくにはとにかくやってみるっていう経験がなければね、そこにたどり着かないんですね。泣いたりごねたりすれば最終的にはママやパパ先生がどうにかしてあげるというふうにしていると、まあ、子どもの対処法っていうのはね、まあ、一択なんですよね。泣いて待つ、ごねて待つっていうような感じです。そうするとね、あのそういうお子さんってね、見てるとね、自分は何もしないでいて大人を都合よく動かそうとするんですよね。大きくなれば自然にできるっていうことはね、ないと思っていた方がいいかなと私は思っています。今にこう振り回されることなくね、1年後、3年後、5年後というふうにして、まあ、先を見据えて今本気で向き合うことがとても大切かなと思いますね。あの子供としてというよりは一人の人として向き合うとうまくいくかなと思います。本来ね、まあ、年齢的にできるはずのことをずっとサポートし続ける、その時間と労力、それから、まあ、一度二度ね、じっくりこう時間をかけて向き合って話し合う、その時間と労力、どちらが建設的で効率的かということを考えると分かるかなと思いますね。一度ね、あのどんな子に育ってほしいのかというその思いと、あと実際にお子さんにかけている言葉、それから行動ですね、大人の側の思い、実際の言葉、行動、これが一致しているのかどうかというのをよく考えられてみるといいかなと思いますね。こうなってほしいっていうふうに思っていて、あの口で一応そういうふうに言っているんだけれども、ことそことね、行動がこう一致してない方っていうのがすごく多いかなと思います。あの成長してほしいとか、自分でいろいろできるようになってほしいって口では言っていても、こう無意識で手を出してしまってるとかね、そういうことって結構あると思うんですね。それを改善しない限りはお子さんが成長するっていうことはなかなか難しいかなと思いますね。
まあ、可愛いからね何でもやってあげたい気持ちわかるんですけれども、困るのはお子さんなんですよね。小学校に行ったら結構こう突き放されたような感覚になりませんでした？あの幼稚園の時とかはね、あの母がいろいろしてくれたり、まあ、幼稚園の先生もいろいろお手伝いしてくださったりしたと思うんですけども、小学校になったら全部自分でいろんなことをこう準備したりね、あの先生に何かこう言っていくっていうのも自分でしないといけないとか、重い荷物持ってね登下校しなきゃいけないとか、いろんなことを自分でしなきゃいけないので、今のうちにね、この幼児さんのうちにいろんなことが自分でできるっていうふうにしていた方が子供にとってすごく楽であるっていうことがね言えるかなと思いますので、うん、あのちょっともう今年長さんで卒園された方はね、ちょっと今からそういう準備するのをちょっと猛ダッシュでしないといけないと思うんですが、今のうちに年中さんとか、まあ、年少さんとかはね、そういう、まあ、小学校に入学することをこう見据えて少しずつこう訓練していったらいいのかなと私は思っています。たくさんの方に聞いていただいてありがとうございます。お教室でやっぱりちょっと今この時期ってあのなんて言うんだろう、精神的にちょっと安定しないかなというお子さんって いらっしゃいませんかね。急に荒れ出したりとかね、あのレッスンしていてもなんかちょっと様子がおかしいかなっていう子ってね時々いらっしゃるんですよね。この2月ぐらいからだんだん出てくるかな、2月から5月ぐらいまで慣れるまでですね。でなんかちょっと様子がおかしいんですっていう風に、まあ、ママからねご相談いただくこともあるんですけど、まあ、そういう時はねあのきちんとそういう風に私は説明しています。何らかのそういうストレスを感じるお子さんがいらっしゃるんですよっていう風にあのご説明するとね、ああそういうもんなんですねって分かっていただくことがあるかなと思いますよ。太鼓先生、5年生女子が突然泣き出しました、2週連続あら、なんでしょうね、なんかまあきっとあるんでしょうね、ご家庭か学校か、まあありますね、あのママにも言えなくて学校の先生にも言えなくて、あの私だけに本当のことを打ち明けるみたいなね、そういうこともありますよね。そういう時にやっぱりこうピアノの先生っていうのは、まあ、ほとんどの場合がね小さい時から週に1回会っている関係性っていうので、ちょっとママとも違うし学校とか幼稚園の先生なんかとも距離感が違う、まあ、親戚のおばちゃんに近いみたいなね、そういう距離感だと思いますので、まあ、だからこそ言えるっていうのもあるのかなって思ったりしますけど、太鼓先生はお話できたんですかね、そのお子さんと。結構ね子供たちもストレスを抱えていることがありますね、あのお友達のことであったりとか、まあ、ご家庭のこともそうですし、学校の先生に対してねちょっと不満があったり、先輩に対して不満があったりっていう子もいらっしゃいますから、まあそういう時はお話聞いてあげるっていうのが一番かな、先生ができることはね。とにかく私はお話は聞いてあげるようにしてます、先生聞いてって言われたらね、うん、まあ大人が聞いたら可愛い話なんですけれども、その当事者にとってはねもうなんか人生のこう大問題みたいに、まあ、捉えてるので、まあ、真剣に聞いてあげて、アドバイスできるところはアドバイスしたり、共感してあげるところは共感してあげたりしてね、うん、してますけど、おそらく子どもたちはこう大人にお話ししてる感覚じゃないんだろうなっていうふうに思いながら私は聞いてますね。一般の大人の方とはちょっと違う感覚で話をしてくれてるんじゃないのかなってね、まあお姉ちゃんみたいな感覚っていうんでしょうか、まあ親戚のおばちゃんかお姉ちゃんか分かりませんけど、そんなぐらいの距離感であの相談してるんだろうなと思いながらね聞いてますけどね。はい、
まあそういうちょっとね不安定な時期に今入っているので、ちょっと様子がおかしいかなと思ったらね、そういうことがあるんだなって先生が頭に入れておかれるといいかなと思います。太鼓先生、ピアノを卒業した高2のお姉ちゃんに伝えました。反応はあーと意味深でしたが、先生ありがとう、家庭でも気をつけてみますってことになりましたということなんですね。うん、じゃあなんか思い当たり節があるのかもね。ね、ちょっとなんか話をしてくれるといいんですけどね。まあ、先生に何でも話していいのよということをね、本人にお伝えしておくのもいいかもしれないですね。まあどんなことでも大体話してくれますね、生徒ちゃんってね。うちの子はなんか怒られた話とかね、失敗した話とか、そういう話をよくしますね。テストの点が悪かった時とかね、良かったよっていう時もお話ししてくれるんですけど、もちろんね、先生何番だったよとかね、テストできたよとか、そういう良かった話もしてくれるんですけど、褒められた話とかもね。でも怒られた話をよくしますね。あと転んだ話とかね。まあそう、いつでもどんな話でもしていいんだっていう風に分かってもらえたらいいですね。太鼓先生、今度泣き出したら声かけてみます。うん、そうですね。あとちょっとね、体に触れてあげるのも一つかもしれないですよ。ちょっとこう、こういう感じで、そうすると安心すると思いますので。あんまりね、こうハグとかしちゃうとあれかもしれないけど、ちょっとこうね、どうしたのみたいな感じでちょっとトントンしてあげると安心するかなと思いますね。時々そういう風に荒れてしまうお子さんにはね、ママにもスキンシップしてくださいねっていう風にしてお話しするんですけど、まあスキンシップするような年齢じゃないのかなってママがね思われるような、小学校で大きくなるとね、あんまりこうスキンシップってあんまり考えないかと思うんですけど、でもそれでもちょっとね、膝に抱っこしてあげたりしてお話聞いてあげてくださいねとかって言うとね、抱っこした瞬間にわーって泣き始めて、自分の思いをこう話し始めたんですよなんていうことがあるので、小学生だからそういう風にしないとかじゃなくてね、何かこう思い詰めてることがあるんだろうなと思ったら、年齢関係なくね、抱きしめてあげるってね、大切だと思いますよ。言えない言葉が出てくるからね。大人だってちょっと抱きしめてと思う時ありますよね。私時々ありますよ。誰か私を抱きしめてみたいに思う時が。ね、だから子供はもっとあると思うんですよ。だからね、そういうの無条件でしてあげられるのってきっとママやパパだと思うので、思う存分ね、ハグしてあげてくださいね。はい、たくさんの先生ありがとうございます。リナ音楽教室ではですね、幼児の生徒さんを若干名募集しております。リナメソッドは2歳児さんからの音楽チークコースと、1歳児のための音楽チークプレイコースがございます。ピアノで久保田メソッドコースは2歳さんからお受けしております。リナメソッドとピアノで久保田メソッド併用コースもございますので、もしご希望の方は概要欄から LINE でお問い合わせお願いいたします。そして、指導者の方ですね、リナメソッド指導者養成オンラインスクールにご興味がおありの方ですとか、カップスとかリズムトレーニングにご興味がおありの方はですね、指導者用の LINE にメッセージをお願いいたします。指導者用の LINE はですね、体験レッスン用の LINE とは違いますのでご注意ください。指導者用の方はアットマークリナの方ですので、そちらにメッセージをお願いいたします。はい、久しぶりにライブしてみましたけど、いかがでしたかね。またちょっと毎週とはいかないと思うんですけれどもね、時間を見つけてできる時はやっていこうかなと思いますので、またお付き合いください。はい、では皆さんありがとうございました。